学一参加者としてここに来ました。天宿2階っていう言葉はだいぶ前から少しずつ出てきましたけど、私から見ればもう見るからに怪しいというか、どう考えてもなんか気持ちが悪いと思ったんですけれども、それについて詳しく報道されることがほとんどありませんでした。それで私がなんかいろいろ自分で調べたら、もう一番最初に出てきたのがモンサントです。モンサントは先ほどのお話にもありましたように、もともとグラビア品を作る会社で、マスタードガスとか PCB とか、お口の端材とか、そういうもので大きくなってきた会社で、今 GMO を作ってるわけですけれども、もうモンサントはもうどこを切っても全く私は気に入らないです。だからモンサントにはね、もう絶対そのあの広告コードには来ようと思いました。とにかく種が地面に落ちて芽が出て花が咲いてた、また種ができて、それを次の年植えるっていう、そういうサイクルで、私たちが生まれるずっと前から植物はそうやって地球の上でずっと生きてきたんですよ。私はそういう中の後から来た人間の一人で、それをちょっといただきながら命を繋いできたわけですよね。オーガニックのものを食べたいとか言うと、やっぱり食材としては高いですから、すごく贅沢みたいな、なんかリッチみたいな風に言われることもあるんですけど、そういうことではなくて、ただちゃんと手の出るものを食べたいっていうだけのことです。だから私は自分もそのものを食べたいし、子供たちにも食べさせたいし、それからも生まれる人たちにもそのものを残したいという気持ちがあります。モンサントの映画とか見ると、ラウンドアップと地球の音楽、トウモロコシで育てたラットが使用ができたりする、とても恐ろしい話もありますし、トウモロコシみたいな品種から自然の中で交雑してしまって、さっきもありましたけど、もともとの種を目にしてしまうんですね。だからそういう種のすごく多様なところで私たちはずっと生きていきたいのであって、そういうものを手放したくないと思います。だから TPP も絶対反対です。もうこの間都会の先生が、金だけ、今だけ、自分だけっていう素晴らしいことをおっしゃったみたいですけど、私はそういうふうにはやっぱり思えない。今まで の先ほどの話もあったけど、人間だけじゃないですよね。地面の中の昆虫もみんな影響を受けますから、それはこれからも絶対反対していきたいし、モンサントはいらないと思います。ありがとうございます。まあ、実際種を遺伝子組み換えに取り替える、そしてそれと抱き合わせの除草剤や農薬をまく強力なやつを、でもそれだけじゃ収まらないですよね。いわゆるまあなんて言うんですか、モンサント型農業とでも言うんですかね。ねえ、なんか TPP 大筋合意を受けて自由民主党、なんか日本 各地で土地改良事業を推進するとかって言ってませんですか。土地改良事業ですよ。これ皆さん注意しないといけませんよ。はっきり言ってその土地がどういう性質の土地かとかっていうこと関係ないですからね。実際ブラジルであった例です。
っていうのは痩せた土地に入るものです。で、肥えた黒土の土地を買い取って、わざわざ表面の肥えた黒土を剥ぎ取って土壌改良して痩せた土にして、あとで薬品とかも加えてね、痩せた土地にわざわざした上で大豆畑を作ったっていうような話もあります。要するに元からあった日本各地の土地を企業の都合で企画通りに作り変えるっていう土壌改良を狙ってんじゃないですか、ひょっとして。だとしたらとんでもないことですよ。深刻な環境破壊が起きます。生態系が崩れる。それもそうですけど、元あった土地、元通りにならないくらいめちゃくちゃになりますよ。農業を続けて土地が痩せる、農業を続けて環境が破壊される、どんどん環境が破壊される。農業をやったせいで生きとし生けるものが住めない土地ができる。こんな本末転倒の話ないじゃないですか。ねえ、このビル6階のモンサントさん、あなたたちのやり方間違ってますよ。根本的にそれは農業ではありません。先につながる植物の生育、植物の生命の循環を作り出すのが農業じゃないんですか。その植物の生命の循環、その循環の過程でできる実りを我々が食べるっていう、そういうプロセスを作るってことじゃないんですか。あなたたちは傲慢ですよ。あなたたちは、あなたたちがやりたいことは、要するに畑っていう場所、田んぼっていう場所を工場にしたいんでしょ。企画通りの製品がベルトコンベヤーのように枝からなって、その企画通りの製品を出荷するって、ただそれしか考えてないんでしょ。でも命ってそういうもんじゃないでしょ、ね、あなたたちの発想は根本から間違っていて、あなたたちの発想のもと、あなたたちのやり方の農業を世界中に輸出して広げたら、必ず停滞しっぺ返し、しかもあなたたちだけがしっぺ返しを食らうんじゃない、我々全員だよ。あなたたちの農業のせいで、あなたたちの言ってる農業というもののせいで、何も取れなくなった土地がどんどん広がっていって、どうします。新たな食糧危機が始まるかもしれない。先に待ってるのは悲劇的な結末ですよ。これだけは間違いない。あなたたち、ねえ、もういい加減農業なんてものから、農業もどきから手を引きなさい。あなたたち農業もどきをやる資格はない。はい、それでは引き続き